ということで、もうおたに元モーニング娘。がダンスを教えてみた企画第2弾やろうと思います。今回はね、前回ラブマシーンやったでしょ、はい、今回はやっぱり、まあ、モームスといえばのレンレボを覚えていただこうかなと。いや、なんかもうさっきから長谷川がもうちょいちょいもうなんかちょっともう振り入ってるから。長谷川さんもやったことあるんですか？いや、これね、僕中学校の時にこれクラス内でなんかダンス大会みたいなのあったんですけど、その時にね、柔道部でこれみんなが踊ったんですよ。なんで、なんで柔道部で踊るんですか？みんなで柔道着着て。あ、そうそう、だからその思い出があるんで、なんとなくこの振りとか入ってます。え、その時はそのダンスリーダーがいて教えてくれるんですか？ダンスリーダーでした。じゃあ覚えてってこと？このテレビの映像とかから自分で覚えて覚えて、なんとなくやってましたね。あ、じゃあもう思い出しますよ。うんうんうん、でも僕本当にあのレンレモの A メロ B メロがこんなだったってくらいなんですよ。あ、いけます？だって難しいでしょこれ、さっきのラブマシーンよりも。ラブマシーンよりはちょっと複雑かもしれないです、ね、ちょっとスピードも速いです。ちょっと速いんだ、はい、でも多分体に入っちゃえば結構繰り返しやってることも多いから、うんうん、多分ね大丈夫ですよ。先生ちゃんと教えてくれますか？多分小川流に教えます。小川流、小川流だけど教えます。小川流レンレモをじゃあ今から、はい、そうですね、練習して撮っていくと。そうですね、行きましょうか。はい、ね、覚えてきました。頑張るぞ、はい、バーイ。こういうなんかお尻でこういうなんかをやるやつをバンプをなんか近くにいる人とこうやって合わせたりしてました。結合わせたり、そうで、ダー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 クーで回る。まずそっからだ。で、4、で、アイ、レボリューション21だよな。はい、たたたた、はい、あ、足足、はい、たたたたたふうお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 う。手の仕組み教えてください。手の仕組みはこっちに行ってるときにお尻がこっちです。こっちか。おおう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 。で、一回回してうん、
顔が超超超超この時のこっちの足こうなってます。こうなってんの？つるって3回やったら集まって超超超いい感じ、超超超超いい感じ、ふー、わー、そこまで行っちゃダメ、そこまで行っちゃダメ、そこまで行っちゃダメ、超超超まではなんとなくわかりました。そしたらもう一回乾杯ベル。はい、乾杯ベル。ちょいい感じ。はい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 。じゃあそこから教えてください。うーで、こうなってこっち上げるときにこっちに入れる。あ、こうなんだ。はい、完璧ですか。うーで一回こっちの足を出すときにこっちで回してこっち持ってくる。うー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 。おー、おー、すごい。左、右、左、真ん中、右、左、右、真ん中。あー、はい、真ん中、こっち、逆、こっち、こっち。あ、こっち、こっちか。うん。カモン！タタ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 タ。大きく、大きく、ちっちゃく、ちっちゃく。歴史刻んだ地球。地球、一回飛んで、タン、チャン、頭、腫れてる。いやー、むずい。その動きの時、辻ちゃんよく抜かれる。これ可愛いからね。これやってたら辻ちゃん。あら、ヘーター、なんでも優勝3人なの。やる気はあるんだけど、みんな。
交わらない3人。あ、うまいな、長谷川。いや、いいっす、いいっすよ。サンドさんいいっす。楽しそうだよ。おじいちゃんみたいなの。キレがあるね。うん、あるね。もう面白い。ちょっと足やってますよ、でも。やってる、やってる。あ、もう楽しいの。あ、さあ、こっから来るよ。おい OK! いいね。笑顔になる。楽しそう。おおおちゃんとやりきってる。最高。素晴らしい。めっちゃいい。ほら、やればできるよ、みんな。すげー。斉藤さん、どうでした？今日、ダンス初心者でしょ、ほぼ。いや、ちょっとね、今もう疲れてちゃう。感動すら覚えてない。俺でもこんなに踊れるんだっていう、いい、その、満足感というか、いい疲労感、いい疲労感ですね。いい、今日よく寝れますよ。いやー、これね、明日筋肉痛かもしれない。いや、筋肉痛だな、これめっちゃ踊ってて、なんかダンスやってる感じしてる。で、すげえ楽しいですやっぱ。なんか今改めて実際その踊ってみると、うん、やっぱこう楽しい、振り付けが楽しい、やってて、うん、思い出してきました、なんかその当時の。すごくない？だって今日まだ全部やって2時間3時間もうほら、ね、踊れちゃうから。もうモームスの曲2曲だ。44歳からでもダンスは覚えれますってことだよね。できます、絶対できる、そういうことね。自分さえ望めば何でもトライできる。いやでも今日楽しかったですね。うん、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。達成感、これはもうぜひ、だから風がもう第2弾だったら、まあ、ぜひ参加してください。ね、それは続くと思いますので、はい、次回をお楽しみにしててください。はい、モーニング。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。